増しで。そう、ソロ、ソロで。フェニックスクイズイエーイ。フェニックスクイズ。突然ですが、ここでフェニックスくんにまつわるクイズを、太郎ちゃん、高井に答えてもらいたいと思います。あ、俺ら？うん。ああ、まあ、その理由としては、うん、高井が7年間コンビを組んでいる、うん、そして太郎ちゃんは半年間同棲している。ああ、そうですね。同棲って言ったら、同棲ルームシェア、重みが、まあまあまあ、まあでも一緒に住んでるからね。 あんま言わん方がいいか。いやいやいや、同棲とかあんま言わん方がいい。いやいやいや、事実は事実だ、事実は事実。はい、ということで、ちょっと真ん中に寄ってもらえれば。あ、やれ、何クイズ、はい、これを回してください。いや、でも書き物があるよ、書き物が。だいぶ高井の方がアドバンテージあるでしょ。まあまあまあ、いや、関係ないから、そういうのって別に。そうな、いや、あの、そうな、まあまあまあ、いや、長さじゃないからね、濃さだから。あ、いいこと 言うじゃん、こういうのは、まあ、うん、住んでるは濃いか。そうよ、濃いよ、いろんなとこ知ってるわね。でもそれ、言葉にしない愛もあるからな、やっぱ。言葉にしない愛、まあまあ、一回やってみたらわかんだろ。強気だ。やってみたらわかんだろ。じゃあちょっと出題するのは俺なんだけど、うん、あ、そうなの、うん、あ、で俺答え書けばいいってことですか。答えをフェニックス書いて、うん、ういう、なるほどね、うん、で、太郎ちゃんと高井も書いて、うん、太郎ちゃんと高井に書いて、出してもらって、うんうん、ちょっと待って、あの紙が全然ないんだけど。めっちゃ楽書き多いし。楽、あ、出た。過去のなんかいろいろ使ってるやつとか、なんかそう、多いのよ、ちょっとなんかあの、うん、なんとかじゃあ好きな、そう、あの前のやつとか。余ったところ使って、余ったところちょっとどうにか使うしか。そう、余った裏とかは。裏、そう、ちょこちょこあるっちゃうんだけど。あるじゃん、あるよ。あ、まあ、ほら、あ、まあ、これそうね。あんま見せられない。裏書いてんだよ。あ、まあ、そうそう、じゃあ毎回もらうわ。そうしましょう。いただきます。じゃあ、まあ、第1問。はい。まあ、これ、まあ、最初の問題だから、うん、まずライト目な、うん、フェニックスの生年月日を書いてます。あ、生年月日、そんなんでいいの。うん、まあ、それそうだよな、うん、まあまあ、そのお通しよ、こんなんは。まあ、トレーニングというか、このペン、もうフェニはもう書くまでもないと思うけど、うん、一応な、答えずれ、これ、はい、いいよ。まあ、フェニアね、うん、でも、スラスラ書けない。タロちゃんがなんか、まあ、っていうのは聞こえたけど、もうっていう。全然、全然余裕。大丈夫かい、うん、自信はちなみにあるいや、あるよ、それ当たり前じゃん、もう全部、うん、どっちから出す二人、せーので。まあ、俺らが出してもいいのか。じゃあ、せーので出そうか、うんうん、せーの、はい、じゃん。場所、出生地まで書いてる。出生地まで書いてるそれ。大田区。そう、8月3日よ、うん、8月3日。おい、あー、マジか。何これ。3は覚えてたの。3は覚えてた。3しか覚えてないじゃん。13だ、13だ。いや、3ってなかったな。その1を7に足せばよかったの。あー、そうだ。どういう、今何が起きた。いや、ドジやめてくれよ。ドジやめてくれよ。急なドジ。ちょっと、あ、そうか、なんかいろいろおかしいな。ここは答えてもらわんと。そうだな、ちょっと簡単すぎたな、これは。でも7月13じゃなかったっけ。すげえ。8月3日だよ。あれ違ったかな。全然違うよ。まあまあ、これはな、7年間いろいろエントリーシートとかにも書くの。まあ、そうだね。そう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 だ。俺はもう大体エントリーシート書くのは俺だから。担当してるな、もうね。だからお互いの生年月日知ってて書いてる。そうか、そうか、同い年だから生年は余裕でわかるし。まあまあ、それはね、それはもうもちろんわかるけど、ね、これじゃあ、まあ第2問難しいな、はい、うん、これもうほんと広く行くわ、うん、おう、フェリの一番好きなものは。好きなもの、好きなもの、おう、好きなもの、広いな、広いだ、ね、ちょっとだから、これは各々が説得する形になるかもしれない。え、もう俺書いちゃったよ。まあ、でもフェリも書いてるから、これが当てれればいいと思う。それが当てれればいい。で、まあ近い方が、なるほど、も状況によっては違ったら、だからどっちが好きかっていう。そう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 、好きなもの、これだから1個って、ちょっとこれ何にするか。いや、俺は深く考え込まずに、うん、パッて書いてる今。なるほどね、何も考えてない今。まあ、そのお互いの名前を書いてもいいし。あ、なるほどね。キモすぎるだろ、高いってキモすぎるだろ。あの高いってどっち、ひしょいコンビだな。かけた、オッケーオッケーオッケー、うん、ちょっと待って。まあ一応これフェリーから見ようか、したら。あ、俺の、あ、いいよ、うん、はい、何が一番好きなの。負けた、負けた、私いいの、はい、
ああそうか、めちゃめちゃ納得した。そうなのか。そっちか。めちゃめちゃ納得しちゃった。あ、でもじゃあ俺勝ちかな。お、え、何、もう同率だと思う。タバコ、まあ、うん、あの1位っつってもいっぱいあるじゃん。そうね、好きなもの。あら、俺めちゃくちゃあるよ。だって多分金だと思う。ちょっと待って、やばいよ今の並び。やばいよ、金やばい。真ん中多分女だろ。女だ、ね、酒女どっちかだよ。この並びで言うとな、タバコ、お金、うん、お風呂。ちょっと落ちがね、ちょっと女じゃない、オアって言ったけど、オアって言ったけど、オアってさ、なんだそれ、女じゃない、いや、風呂めっちゃ好きなの、フェニー。だこれに関してはフェニーがどっちが好きかっていう。迷う。正直に答えろよ。正直、うん、いや、めっちゃ風呂入るからね、フェニー。なくなったらどっちが困るっていう。うん、いや、ほんとそうよ。いや、これはお風呂。来たほら、ね、違う、好きだろお前。いやいやいや、これは、いや、好きなんだけど、うん、好きなんだけど、これってあくまで価値のあるもんじゃないのよ。あー、価値と交換できるものだから。そうね、あー、なるほどね。そう、かっけえこと言うなよ。うまいこと言うな。そういうことだ。言ってんだ。いや、高山今だって言ってるよ、なくなったら困るのどっちか。確かに、なくなったら、なくなったら困るで、ここだもんな、こっちだ。確かに、これはね、そう、困るけど、世の中からお金が消えたら別に何も思わないもん。確かに、そう、ね、全部が消えるわけだから。そう、いや、そう、めっちゃ好きなの、フェニックス、本当に。おうおうおう。いや、なんか本当に、うちの風呂さ、めちゃくちゃ狭いじゃん、本当に。うん、そうね、あの風呂は、うん。ボロボロじゃない。うん、なのに、毎回ちゃんと溜めて入るから。で、狭くない、狭い。そう、狭いから、ギュウギュウ台だから、毎回入ってるの。入って、で、だから、月1ぐらいのさ、銭湯とか、そう。あんなんかめちゃくちゃ気分いい、うん。そう、めっちゃ幸せそうなのよ、ほんとに。最高だよーって。いいなーって。ずっといいなーって言ってたもん、ほんとに。金って出してるやつがみそばらしくなってるみたいな。あいつ出せ。いや、でも本当は金だけどね。好きよ、大好きよ。本当はまあ、お金もね、大事だけど。めっちゃメルカリやってるじゃん。調べるからね、冷凍。うわー、11だ、じゃあ。そうだ、11、あ、そうだね。どうしよう。3つ目。なんだろう、3つ目。嫌いなものは。嫌いなものいく。嫌いなものね。いく。嫌いなものじゃあ、行こうか。嫌いなもの、うん、次、嫌いなもの、まあ分かるんだけど、でも何を書くかっていうか、何書くかな、フェニー、何だろうな、何書くんだろう、ちゃんとその日々を過ごしてきた日々を、いや、そう思い出せば絶対いけるから。はい、いけた。お、早いな、やっぱ高いは。ああ、すごい、これも正解出した。あ、本当に。ああ絶対正解出した。これ正解出した。うわ、ちょっとすげえ自信ありそうな顔してるよ、高い。あー、これでも、あの、もしフェニックスと答えが違くても、うん、俺の出した時点で、あの、こっちが答えになる。嘘、かっけえな。うん、なんだ、待って。まあでも、そのさっきの、ちょっと漢字出てきてなくない？ちょっと俺も漢字出てない。漢字出てきてないじゃん、ね、ん、おいおい、そこの問題あんの？漢字が出てこないって。漢字触ってるわね。まあ大体で。あ、でもこれは俺多分自信あるわ。ちょっとこれは、お、マジで自信ある。まあ、仲良くなるきっかけってその嫌いなものを共有することだもんな。うん、あれ本当そういう。その好きなものってよりかは、うん、うん、こっち同じ敵作った方がみたいな言うよね、はい。だからこっちの方が多分みんな似たような答えが出ると思う。うん、これ多分俺分かるわ。多分これだと思う。フェニから。うん。分かる？うん。はい。辛いやつ。あーあー、もうだ、そ、あ、いや、わかるよ。それでいい。いや、俺それでいいんだ。いや今、いや、これは外してくるかと思った。そう、え、だからなんか、いや、わかる、これわかるじゃん。これ。これはわかるけど、まあ、他何？その、これ嫌いなの？いや、は、いや、これ全然、いや、ある。辛いやつは、まあ、いや、もう、すごく出てきてんだけど、普通にもう嫌いなのはわかってるから。でも、これ、確かにこれ言っちゃったの普通じゃんっていうかね、なんかあの、浅い感じしちゃう。これは揃うと思った、3人。あ、なるほどね。外してた、多分。真の正解出そうとした。俺ら真の正解出そう。じゃあまあ、どこが真食ってるかっていう、どっちが。あ、せーのでいく。あ、せーのでいく。せーので一人ずついく。あ、一人ずつはいいね。じゃあ、高いから。俺から。うん。無駄。あー、わかる。わかる。そうです。すっげえわかる。だから効率中だから。わかる。嫌いなもの、無駄。無駄なこと。無駄なこと。これ大嫌いだろ。大嫌い。ああ。
あー、食べ物だ。確かに確かに確かに。これ食うのもそうだもん。無駄なんだ。無駄だからでしょ。今のところ二つとも正解よ。正解でしょ。そうね、うん、そういう意味じゃん。これよりも正解かどうかってことで。なるほどね。うん、俺いくよ。うん。機械の床置き。めっちゃ嫌いなの、ほんとに。大嫌い。大嫌い。大嫌い。だからさ、俺のあの、テレビも上つけたでしょ、これ。なるほどね。床になったじゃん、これ、今まで。うん。だと、この間も紅葉が、プレイヤーを床置きしてたの。あ音楽の、ね、そしたら音楽プレイヤー、うん、そしたらフェニックスはそれに対してめちゃくちゃ綺麗ですその部屋なのに。なんで綺麗なんで、ね、そう部屋のものめちゃくちゃ安いのに。まずありえないよ人間床置きでそう床置きでそんな綺麗な人いないぞと思ってこれだいぶ嫌いよ、ね、でも住んでるからこそのやつ。そうこれ住んでるから絞ってきたね。絞ってきた、ね、俺は7年一緒にいたからこそのやつ、ね、まあ分かる、うん、俺だからこそのやつだからどっちよ。これはちょっとでもドローだわ。ドロー。ああドロー。そうだ。いやこれはね3つともやっぱねフェニこれを一文字出しただけでフェニーってわかる。ああこの全部出して、ね、そうそうそう。これは誰でしょう。全部出さずに嫌いなものだ。どうする嫌いなものはっていう感じで。ああ。したらもう全部フェニーになるんだ。まあ確かにね。そうそうそう。で要はこれも無駄なのよ。ああまあまあそうね。うん。これはまあすっごい広く言ってるけどこれもだから毎回掃除するときあげないといけないじゃん。うんうん、そうそうそう。だから無駄、うん、無駄。これいやーなるほどな。でもいい勝負だめちゃめちゃいい勝負だ繰り広げてるね、うん、結構ね。じゃあ最後早押しで早押し早押し次の問題、うん、早押し問題俺どうしたらいいの。まあ、フェニーはもうだから2人の目を見つめてどういうこと。フェニーも答えたらいいんじゃない。あフェニーも答えたらいい。あでもいや俺は勝つよそんなもんやっぱ本当にそれよりも早く答え出せたらあ本物だ。そうそうそう本物だろ。うん行くか行くよ、うん、もうだから答えちゃっていいわ。はいはいとか言わずに。あーもうそこ言うやつね。はい、我々、うんまあ、同期芸人と、うん2018年1月に、うん、去年の頭、うん、新年会を開催しました。うんうんうん。あー、はい、あーはい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 、はい、同期で集まったね、うん、でこの時全員いました。いたいたいた、うん、ここにいるメンバーいたいた。でその時にフェニが周りの同期からお酒を飲まされ、うん、そして気づいた時にはトイレにいました。あ緑色。おー正解え、なになになに緑色その時だと思っていかない問題は最後まで言ってちょっとなるほどなるほどね。その時にフェニが吐いていたゲロの色とはなんで当たるんだ。いや、雨よっこなんすよ。なんで緑色だなってっけ。緑のゲロ吐いた。あ、ゲロ吐いた。ベロベロに酔っ払ってな。フェニー大丈夫かっつってトイレ開けてフェニーがぶずくまってて、もう大丈夫か出るぞっつって、もうなんか大変なことになってるよって見たら、緑色に。何食ったの。抹茶アイス。抹茶アイス。あ、抹茶アイス。あ、なんか言ってたな。で、俺多分フェニックスじゃないぞっつって人の形した何かね。ええ、味覚に生物ついてた。見た目を変えてたエイリアンか。そうそうそう。ああ言ってた確かあったわ。俺だけ2次会行かなかったの。そう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 。そう吐いて。1軒目で終わったんだから。言ってた言ってた。そうだ。タクシーで帰ってな。そう。でその後お金ないからここまこれで行ける分だけお願いします。お願いします。5000円で。運転手のおじさんが気ぃ利かして家まで行ってくれた。そう。うわ優しい。めちゃめちゃいいエピソード。10分の4ぐらいで、うん、すいませんここまでです。ここまでやっちゃった。ベロベロでこっから歩かなきゃいけない。いや優しい。めっちゃ優しい人だよ。家どこですかって聞いてくれて。あ、送っていきますよって思って。うわめっちゃいい人それ。めちゃめちゃ俺の電話したいんだけど、うん、したら多分会社と揉めるから。あ、まあそうわかんないもんな。そうそうそう、もうすごい。そうになったかな、うん、やっぱ早かったな、さすが。それすごいわ、確かに。やばくない。いや、ただやっぱ、怖いけど俺はやっぱ、随所随所でこの話しすぎてる。そうだね。雨よくするから。よくするね、これ。緑じゃない。フェニックスでも雨から聞いた話が。たまに色つけて紫とか言ってた。この盛り方どうでもいいんだよ。色も、ここだけクイズ
ズ雨の宮なんだ最終問題だけ雨の宮よくする話だったよくする話だったクイズ雨の宮雨の宮だな、うん、クイズ雨の宮未了の世みたいな、まあ、やっぱ7年間の時期があったから、まあ、戦いが強かったって感じかな、うん、まあでも太郎ちゃんもやっぱ生活の細かいところだいぶ結構これ攻めてるだ高井は広いところで見せたけど、うん、太郎ちゃんはやっぱ細かいところで捉えてたんだ、まあそうね、そうか細かいところついていったからだから個人的になんかフェリーのその MVP みたいなフェリーの決める MVP 回答 MVP 回答まあそうね決めてもらって MVP 回答、うん、MVP 回答はもうこれでしょいやもう完全そうよねもうこれそうそう機械の床置きこれはね本当空気清浄機ぐらいでこれやっていいのああそうちゃんとそういう使い方するってやつね基本的にはしない方がいいそうそうそうもうこれはマジでそう本当にそうこれいやー面白かったいやー面白い意外といい勝負だったないい勝負だったよ結構いい勝負だったそうだねいい感じいいね、うん、なんかでも恥ずかしいな正解めっちゃ正解出すの最悪の答えだよこの無駄金と無駄金と無駄なんか嫌だな最悪じゃんリオじゃんディオダメ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 ちょこちょこ金金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 金ちょこちょこあるんだよなそうだ、ね、フェリーのディオが乗っ取ろうとしたもんね財産目当てでそうだということでフェニックスクイズでしたはいこれ全員の行きたいなやれるなじゃあフェニックスクイズでシャープ10まで行きますおおそれはやばいよいやもろいな次回こうご期待次回なんだろうな次回なんだろう、うん、これ選びに来たな登録者の完全にだシャープ10までいったそうだよシャープ10はそう選別始まってるよ選別は始まってるよいやついてこれねえやつはそうだよ、うん、もうみんなみたいないいよだやりすぎ都市伝説みたいなこと始まってるからウィキペディアに書いてほしいな選別は始まっている好きなものお風呂嫌いなもの機械の床置き床置きでお酒を飲みすぎるとたまに緑色になるあっちゃいすくればウィキペディアに書いてほしいウィキペディアに皆さん書いてほしいお願いします